僕もあの中谷さん来たら絶対声かけますアウェー感がなくなりました東京への大河 <laughs>、はい、ドラマ好きなんで「ミスク大河ドラマ」って作ってますへえ今チャンネルに入ってる人40人 J リーグの東京ベルディのスポンサーに最近なりましてですね こんにちはデバイオオラジオ部のしゅんです、えー、今日なんですけれども「えー、とクラッシュメソッド」の社内にはですねあのいろんな交流イベントっていうのがあるんですけれどもそういったですねその部活動であったりですとかリクエーションっていうのを紹介すべくですね中谷さんにゲストに来ていただいていろんなお話を伺っていこうかなというふうに思っております。はいではまず最初にですね中泰さんの自己紹介をお願いしたいんですけれどもよろしいでしょうか えー、現在のところは CX 事業本部に所属しております中安と申します。はい、普段は iOS アプリの開発業務などをしております。はいよろしくお願いします。ありがとうございます。 冒頭でもこうお話はさせていただいたんですけどもクラスメソッドの中って普通にのの飲み会とかっていうのは、はい、まあ,あったりとかするんですけれどもそれ以外にもそのオンラインでの,その交流イベントっていうのが僕結構こう入社してきてあいろんなのあるんだなと思ってびっくりしてるところではあるんですけれども、はい、まあ特にですねその社内の LT 大会であったりですとか、うん、あとはこう社内でこう一部ラジオ放送みたいなのもやったりとかしてると思うんですけれども結構あの中安さんってその辺にこうすごいコミットされてるイメージがあるんですけれども、はい、なんかあの社内交流に対していろいろコミットされて 中で、はい、えっと意識してることって何かあったりとかってしますか？まそうですねあのー、まあ一番意識するのは、はい、入ってきたばかりの人が溶け込みやすいようにまあこんな人いるんだあんな人いるんだっていうのを気づいていただくというかあのそういうのに貢献できてたらいいなと思います。はいありがとうございます。 なんか社内交流やってみてあの良かったなと思うようなことってあったりとかしますか？そうですね。今、まあ、ここ大阪で僕大阪オフィスの所属なんですけど、はい、東京行った時に声かけてもらいます。いやーそうですよね。うん、僕もあの中谷さん来たら絶対声かけますもん。中谷さんだって言って。がな、はい、あの <laughs>。 いつも声かけていただいてありがとうございます。あのいろんな人、あ全く関係ない部署の人があ見たことあるっつって寄ってきてくれることがあるので、はい、はいはいはい。まあそれは良かったなと思いますし、ねうん、アウェイ感がなくなりました。東京への <laughs> はい。 <laughs> まあ,あとあれですねあの僕もあの実はお礼聞け LT 大会あの登壇させていただいたりとかってあるんですけれどもやっぱああいうのでこう自分がしゃべっておくとあの参加した方もあの他のオフィスであったりですとかまたはその他のオフィスからこ,うこちらの,その東京の方に来ていただいたりとかっていう時にあの声かけていただいたりとか交流がはかどるなっていうのがあったので特にあのコロナ禍の時期がしばらくあったじゃないですかあの時期にすごくこう助けになったなっていうふうに思ってますね。 はい、ありがとうございます。であとクラスメソッドの,その交流みたいなところの特徴として、はい、えとそういったビデオでの,の LT 大会とかっていう交流もあるんですけど、うんうん、もう一個そのテキストコミュニケーションでの交流っていうのも結構こう印象的なクラスメソッドの目立つところかなと思うんですけれども、はい、その中でこういわゆる部活動って言われるようなクラスメソッドだとそこは「のミスクとかって呼んだりとかしてるんですけれど中西さんってミスクってちなみに参加はされてますか まあそこそこんか主にこうどういったところにいらっしゃるとかってそうですね例えば僕京都出身なんですけど、はい、ミスク京都っていうのがあります地域のやつがありますまあ自分が作って自分が京都の情報を流し込んでるんですけどもそんなことをやったりあと大河ドラマ好きなんで「ミスク大河ドラマ」って作りましたへえ はい、そういったチャンネルとかっていうのは自分からこうどんどん作ってこう仲間を呼ぶみたいなこともできたりとかするんですかそうですねまあなんかこの人好きそうだなと思ったら誘って23人から始めて宣伝して、はい、でな僕あのずっとですね横浜が大好きなんですけれど「はい、ミスク横浜」はまだなくってそうなんですよそうなんですよね今のお話聞いて僕も作ろうかなっていうふうに思いました。うん ありがとうございますあ,あとそうですねお互い実はあのミスクフットボールっていうチャンネルに参加をしてまして、うん、そこでは結構こう国内外問わずいろんなサッカーの話とかをしてるんですけれども、はい、<laughs> ミスクフットボールなんか最近どうですか中谷さんってなんかこうどういった話をされるとかってあったりとか,しますかまあ僕はあの J リーグが好きなので、はい、まあ海外サッカーの話も入れつつも日本代表の話も入れつつも基本的には J リーグの話を。はい まあみんなが面白いだろうなという話をぶっ込みますなるほど,なるほど <laughs> そうですよねんかこう裏エピソードとかあとあの結構気使うじゃないですけれどもいろんなクラスメソッドってあの日本全国にオフィスがあるんで、えっと、いろんなチームの,そのファンがいるんですよ。うん、昨日もあのちょっと一緒にサッカー見たりとかってなったんですけれど中谷、うんうん、さんちなみに応援されてるのが。 ああ大大大阪阪阪なんでねガガンバ大阪をガンババ応援されていて、はい僕はあの先ほどもちょっと横浜が好きだっていう話をしたのであの横浜 F ・マリノスを応援してるんですけれども、うん、なんかほらあの書き込みの仕方によってはネガティブにこう見えてしまうとかっていうのもあったりとかすると思うので、うん、うかつにやっぱりこう書き込めないというか、まあ、その辺もちょっとこうミスクフットボールの最近面白さかなっていうふうに思ってますね。幅も本当に広くって、うん J リーグってこうステージがいくつかあって J1 とか J2 とかあるんですけれど J2、うん、のチームを応援されてる方とかっていうのもいてですね、うんうん、今チャンネルに入ってる人40人結構いますよね。ああ数は分かんないですまあとはその海外サッカーのこうすごいゴールとかのシーンがこう飛び込んできたりとかして、うんうん、あ,あなかなか J じゃ見れないなとか思ったりとかはい、はいまあ。あとそうですね なんと、最近ですね、あの。ジェリーグの。東京ベルディのスポンサーに最近なりましてですね。おめでたい。ちょっと僕たちのその応援する <laughs>。えっと、チームとはちょっと違うんですけれども、<laughs> あの。まあ、第二の、その応援するチームとして。今後も、はい、はい、あの、ヴルディを応援していければなというふうに思っているので、そういった話題もどん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 。ミスクフットボールの方に流していければなというふうに。そうですね。はい。思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。 こんな感じでですね、あのクラスメソッドの社内にはあの交流するような仕組みがいっぱいあってあの面白いところがありますので、もしあの興味があるよとかっていう方がいらっしゃいましたらカジュアルにあの社員まであの声をかけていただければなというふうに思います。はい、ではあの本日のインタビューは以上としたいと思います。中谷さん、はい、お時間いただいてどうもありがとうございました。い,いつも動画をご覧下さりありがとうございます。 このチャンネルでは引き続き皆さんに有益な IT 情報や暮らしメソッドに関する情報をお届けしていければというふうに思っております。えー、この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。